久保さんもうそろそろですねもう,もうそろそろろホテル出ますけど「あのー、人生最大の買い物」まあこれタイトルがね「ロレックス1,800ロレックス1700万に」1800万に1 8しとおこうかな「ロレックス1,800万」にしておきましょう。これねあの去年今年だった去年かあの元弟子に、まあ、ポルシェ買ったんですけどで時計も1,800万ぐらいまあ、値上がりしたらしいんですけど。 あ1,800万ロレックス今身にまとってポルシェ1,700万みたいな、ね、時計の方が高いじゃな、ね、いみたいなね何が言いたいのかっていうとうんまあ多分ね一番高い買い物ってまあすみません僕はすみません時計全く興味ないのでまあ今は興味なくて、まあ、そのうち興味出るか分かんないですけどなんか限られてません高い買い物って車と家とまあまあ時計時計も高いやつ高いですよね なんかあります他にって話で <laughs> なんかつまんなくないですかそれ <laughs> うん僕普通に僕普通一般人なんで一般人の高い買い物ってそれぐらいじゃないですかなんか他にありますまあ一般人じゃなくても高いものって 車と家と時計とあと何ありますあヨットかヨットとかもあるかなんか限りありますよね多分100均100均はすげえたくさんあるけどもじゃ,あ100じゃあ100円均一で並んでる商品ラインナップで1億円ぐらいの価格がついてるラインナップって、まあ、世界探せばねあダイヤモンドとかもルビーとか指輪とかもそうかまああんまないと思うんですよね数は。 なぜな,なぜないかっていうと値段が高いとやっぱ一部の人にしかリーチできないのでだからその数そんなにないと僕は思うんですね。100均はたくさん作ってもい,いろんな人買えるからあれなんだけど高いものって限られてると思うんですよ。で一般の人がじゃあ高い買い物する時ってまあ車とまあほにベターは車と家なんじゃないかなと思いますね。うん、じゃそれは高い買い物ですか逆に普通じゃないですか。 <laughs> ね <laughs> うん、まあ、時計1億円で買いましたっつったら普通じゃないあんま普通じゃないと思うんであれですけどまあ、時計1,800万もね普通じゃないかもしれないですけどうんだから逆に言うと僕はそのお金使うところが車は好きなんで車には金使います。だから ああの BM の車560だったか今回560で買ったんですけどまあ改造していくるんですよパーツいろいろエアロとかあのホイールだったりとかいろいろ買うんで多分僕が全部揃えようとしてるのは200万ぐらいかかるんですよなかにもうプラス200万ぐらいで使いますけどまあ徐々にこう作っていきますね僕の場合はそのなんだ まあキャバクラにお金使う人もいるじゃないですか。うん、まああと最近このアイコスですかねこのアイコスこれも高かったですけどね1万円タバコ吸うのに1万円みたいなこれ新しいやつでなんか煙ほとんど匂わないやつなんですけどしかもあのなんだまあ久保さんはねタバコ全くあれですけどこれなんか昔のアイコスっていうのは葉っぱがあったんですけどこれ葉っぱがね出てないんですよこれ。 だからう全くそのこのこ昔のアイコスってこう葉っぱに刺してたんですけどこれじゃないですよだから、掃除がいらないっていうタバコ吸,バコ吸わない人がするとバカじゃねえみたいなそこに1これ高いやお僕も高いと思うんですけどこれ1万円かみたいな <laughs> タバコ吸うのに1万円かみたいなしかもこれもね機械なんで壊れるじゃないですか。 ずっと使えるわけではないんで機械だからまあバッテリーがあるし充電の,そのでリチウムイオン電池の寿命もあるだろうしじゃあまたまたこれ買わないといけないしねそう高いっすね高い高,高い買い物はこれじゃないですか、まあ、普通に見たらバカバカ,なバカな買い物だと思うんですけど高いっすよね <laughs> これも高くないですか580円するんですけど昔タバコ200円ぐらいだったのにタバコやめろよって話なんですけど もう高い買い物ですね多分 <laughs> 高い買い買物 <laughs>、うん、僕はねあの,あの今後その高い買い物したいなと思うものがあるとすれば宇宙旅行ですね宇宙旅行死ぬ前に宇宙地球を外から見てみたいっていうのはあのってもいいかなっていうでなんかあと20年後か30年後すれば分かんないですけど23,000万あれば行けるんじゃないかなっていう話もなんかチちらほら。 まあそのうち多分アマゾンの,の,の CEO の,の社長さんもその宇宙旅行のやつやり始めてるんでそのうち多分民間の人も、まあ、気軽にはないですけど、まあ、家,家買うか宇宙行くかみたいな話ですね家買うか宇宙旅行行くかみたいなぐらいまでい、うん、下がるし多分、まあ、分かんないですけどそのローンとかもね組めるのが宇宙に行くためのローンみたいなね。 うんまあそんなないですよ <laughs> 高い買い物なんつうのは、まあ、あるとするならばマジあいこそじゃないだって車なんかね別にわ誰でも別に特別なことじゃないしでもタバコ吸わない人からすると特別ですよね多分ねそんな有害なものに何でそんな金払うのっていう高いですよね、まあ、僕も高いと思ってるしそ,うでそれを知ってどうしたいんですかみたいな <猫>さん <laughs> それを知ってどうしたいんだって。ないうか逆に言うとないから車ぐらいしかないからそんなに稼がなくていいんですよ僕はありがたいことで。でもこれがいっぱいあったらね例えばその僕も時計なんかもう切りないじゃないですか,だから1,000万です5,000万です1億です2,000万です800万ですって時計,時計10個も買ったらもうなんか。 億億円ととかかねねねそうい高のも切りないじゃないですか僕時計全く興味ないんで全くじゃないですが、まあ、アップローチ持ってますけどアップローチで十分でしかもアップローチも第2世代のやつですから古いやつですねうんだアップローチよ5年4年前のやつですねそれまだ使ってるんですけどでもそれもアップローチ使う時もなんだ東京に出た時だけですねこのピッてやるそ,それで。 基本的に僕時計つ,つけないんで、うん、まあそれもね高えなと思いましたそれもねちょっと無理やり買わされたんですけど吉野さん買うしかないでしょうみたいな「いやいらないっすよ時計」みたいなであんこ子だ言って買うしかないっつって買ったんですけどでもこれは便利でしたねめちゃくちゃでももう鹿児島行っちゃったんで鹿児島で使うことないので <laughs>、ね、うんいやだから高い買い物これですね本当にこれです 1> 1万円です高かったで一応でも,でも2,000円引きでセールスやってたんでウェブで買ったんですけどでも2,000割引で1万800円ぐらいだったかなだから標準が1万2,000円ぐらいなんですよこれ高いですよね、うん、人間っつうのはわがままっすねタバコも吸いたいけど匂いも抑えたいみたいなね僕あのた車の中で吸いたいんですけどその BM うん、煙臭く,した,タバコ臭くしたくないのでその <laughs> わがままですよね昔のね34はもうバカバカ吸ってたんですけどね紙タバコでもさすがに BM の車内はあの吸いたくないので煙もくでだけど運転してる時なんか欲しいんでわがままなんですよわがままなんですでもこのわがままぐらい通せる人生がいいですね <laughs> こ,のがこれぐらいのすみませんわがままを通せる人生で僕はいいです <laughs> だからそのなんだ車のパーツ200万買えるぐらいですよ、うん、それぐらいでいいです、ね、BM ぐらいでいい BM ぐらいっていうと BM の会社さんに申し訳ないかもしれないですけどそれでいいかなっていう、ま、前そのなんだこの億万長者合宿でその久保さん ラランンボルギーーウラカンスパイダー買いますみたい,な、ね、いいっすよみたいななんか言っててななんかやっぱみたいななんか言ってたら吉谷さんそれは欲望欲望の話があて出たんですけど、うん、でも本当ね本当に買うってことを考えた場合僕乗るんで乗り回すのでそのい住居住性メンテナンス全てにおいて維持費コスト っていうところも考えたら、Z4 ぐらいがちょうどいいんですよ。であのランボルギーニウラカンスパイダーで深夜ね、夜マフラーめちゃめちゃうるさいわけですよ。ランボ基本的にランボルギーニの味っていうのはあのマフラー音なんで、夜中にね、うわーみたいな、あーみたいな、もう多分苦情来てしゃあないですね。<laughs> とかうん、あと車高もクソまあまあ低いと思いますし。 だからいろんなことを考えるとまあ、まあ、Z4 ぐらいかなっていうでもその Z4 も変えるぐらい、うん、まあ稼げてるのでうんでそれぐらいでいいんじゃないですかっていうかそ僕の多分僕のポジショニングって頑張ればなれると思うんですよだから前澤社長とかね青汁ヒルズみたいな青汁王子クラスは 僕のレベルじゃ無理ですよもっとなんかいろいろ授業やらないといけないと思うんですけど僕ぐらいだったら誰でもなれると思いますけどねだって使うとこないんだもんだからでしかも固定費もしっかり抑えてるんで、うん、固定費4万2,000円ですからねだからそのだからその固定費安いからその分浮いたお金で全国いろいろ回れるし。 その浮いたお金でね、余分に稼がなくていいんで、昔ね東京の事務所の家賃百五十万だって百五十万 vs 四万二千ですよ。これ百百百百四十五万ぐらいの差がありますよ。で <laughs>、ね、<laughs> こう年間ずっとこの百五十万の事務所なのか四万二千の事務所なのかで年間で一千万以上の開きがあるわけですよ。じゃ一千万使えるわけですよね。 まあその150万と4万2千円だったら <laughs> だから同じやり同じ稼ぎでも1,000万分使えるわけじゃないですかうんだからまあなんだ、うん、僕はそういう感じですよねあれもこれもではなくまあそのここでいいんじゃないかなっていうところのその基準をそんなに上げないというかうん 自分ががこここれが好きだここにはお金払うでもここは抑えるでもここにはお金払うここは抑えるっていうのをしっかりバランスよくやる,やるって感じですねあれもこれもじゃなくてでそうするとそんな,なそんなに稼ぎがなくてもねその月,月でねな1億円ぐらいの青白老人も月1億、まあ、月収月収取ってないって言ってましたけど多分月1億とかなんか言ってたかな別になくてもいいわけですよ先生。 全然いけまあそんな感じですね。はいということでもうちょっと出ます。じゃあ12時半からよろしくお願いいたします。では。